はい、皆さんおはようございます。拓也でございます。今日は、サンフランシスコに来ております。先日のね動画からロサンゼルス、ハワイと来まして、今日は、サンフランシスコなんですけれども、まずですね、いろいろまあいろいろまだ起きたばっかりですごいなんか頭が働いてないんですけど、今日はとりあえずアップルの本社を見に行って、そこにしか売ってないアップルグッズを、とりあえず見に行って欲しいものがあったら買いたいなと思っております。その後はですね、サンフランシスコの街並みを少し散策しながら、ゴールデンゲートブリッジまで、そうですね、お届けできればと思っております。ちょっと長い動画にはなると思うんですけれども、ぜひ楽しんでいただければと思います。はい、というわけで、今サンフランシスコの町からですね、南に向かってサンホゼという町の方向に向かっています。ちょうどアップルの本社が、サンフランシスコとサンノゼの、間ぐらいにあるので、その方に向かって285線をずっと南に向かっています。iPhone とかあと iPad で、あともしくは Mac の地図アプリでもいいのかな、地図アプリがあると思うんですけど、それに280って書いてあるのって見たことないですか？実はですね、これ私も聞いた話なんですけれども、アップルの本社がスタート地点になってるっていうことで、そのアップルの本社ってその285線のすぐそばにあるんですね。なので、地図アプリの矢印が最初にスタートするところ、そこが実はアップルの本社の所在地になってるっていうことなんですね。で、iOS10 までは昔の、今もまだ本社なんですけども、今の本社で、 iOS11 からはアップルループっていうのかな、アップルキャンパス2っていうのかな、新しく建ててる本社、そこがスタートになってるっていうことだそうです。ちょっとした豆知識でございました。ではちょっとこのままですね、ドライブを続けてアップルの本社まで行ってみたいと思います。はい、というわけで高速を降りてまいりました。アップル本社、見えてきましたね。もう見えてます。看板にはアップルの文字はなく、リンゴのマークだけっていう、ちょっとねこれどうしようかな、写真撮りたいな、でもまあいっか、あとでパーキング入れてからでいっか。いやすごいすごいって、別に何がすごいわけでもないんですけど、ちょっと行ってみようかなと思います。いや本当に高速のすぐそばだったので面白いなと思って、できればウォークスルーで行きたいよね。インフィニティループビジターズ、みんな動画撮ってるやっぱり動画撮るよね。だってここやっぱなんか嬉しいな、ここで iPhone が開発されて皆さんの元に行ってるんだなって思うと、やっぱ結構感動的ですよね。というわけで着きました、アップルの本社でございます。おお、インフィニティループ、無限のループ。ここは2ですね、2インフィニティループ。おお、すげえ、ノースモーキング。はい。あ、すごい、2ってなってる。わかりやすい。おお、すごいですね。ここで、おお、なんか結構
ね、いいな、なんかこういうところでなんか働けたらなんかかっこいいですよね。でもまあいいや、まあいいんかいみたいな。すごい。インフィニティループ。ちょっとこれ中入ってみましょうか。せっかくの1なんで。あ、そっか。こっちに行くとあれですね。アップルのショップがあるみたいですね。はい、というわけで、アップルの本社、1回目お届けいたしました。これからですね、ゴールデンゲートブリッジの方に、向かっていきたいと思うんですけれども、車で約1時間4分と出てますね。結構遠いな。50マイルなので約80キロの旅となります。まあちょっと途中でお昼ご飯とか食べつつ、行ってみたいと思います。ではいよいよ観光の始まりでございます。